流路ブオクサ川、ブオクシ川は、フィンランドとロシアを流れる河川である。フィンランドのサイマー湖から流出し、ロシアのラドガ湖に流入する、カレリア地峡最大の河川である。全長は 156km で、そのうちロシア側の長さは 143km。平均水量は684m/秒。流域面積 68,501 京平方メートル。ノブゴロドの年代記や人口調査書などの資料においては、新しい湖を意味するカレリア語のUuzijärviに由来するウゼルバという名で研究されている。2007、226から227。ありがとうございます。